三輪車は三つの車輪を持つ乗り物の総称である。三輪車という概念、用語は二輪車や四輪車という概念、用語などと対比されているものである。英語の学術的な分類用語では、スリーウィーラーとなる。トライシクルは広く使える表現。若者などが気軽に短縮して呼びたい場合は、A、トライクトライクと呼んでいる。 世界的に見ると三輪車は盛んに利用されている。なお世界的に見ると、大人用の三輪車の台数が圧倒的に多い。フランス語では、トライシュクルという用語は1828年にアミニーバストライシュクルという用語で登場しており、1830年に三輪のベワトゥアを指すために用いられた馬車のこと。そのおよそ60年後の1889年に、 ペダルでこぐタイプがトライシュクルと呼ばれた。英語でトライシュクルの語源はラテン語で3を意味するセット当時のトライと和を意味するサイクリスに由来する。ドイツ語ではトレラッドと呼び、これも3、車輪という表現。様々な分類法がある。一つは車輪の配置で分類する方法である。使用目的で分類する方法もある。 駆動方式で分類する方法もある。三輪車の利用が盛んな国々では、荷台の形状や屋根の有無など、特徴的なタイプを独特の愛称で読んで分類している。世界的に見ると、非常に様々なタイプがあり、簡単には分類できないほどである。では、車輪の配置による分類に話を戻すと、三輪車の車輪は、基本的に、車両中心に対して、 左右対称の二等辺三角形に配置されるが、ミニカーなど、場合によっては変則的な配置のものもある。左右対称に配置されたものは、前輪が一つのデルタタイプと、後輪が一つのオタマジャクシタイプなどと分類する、駆動する車輪が後輪のタイプと前輪のタイプがある。エンジン付きのタイプとエンジンなしのタイプがある。さらに言うと、電動モーターを搭載したものもあり、 純粋に電動モーターだけで動くタイプと、ペダルと電動モーターの両方を備えた電動アシストタイプがあるので分類は複雑である。車体を左右に傾けられないのが一般的であるが、左右に傾けることが可能な三輪車を EN チルチングスリーウィーラーと分類する。ここ数十年、エンジン付きで左右に傾けることができるタイプが販売されている。 三輪の記録に残る最初の仕様は1828年の三輪馬車。その後、ペダル付き、蒸気機関、来年機関などが登場してからはそれを搭載するものも発達した。トライクという略称の仕様は1883年に遡ることができる。初期の時点から三輪車は大人用であり、大人用ペダル式三輪車は1868年から存在する。 エンジン付きのものなど様々な三輪車が登場したわけである。世界的に見ると現在でもミ和車の大半は大人用である。タイではトゥクトゥクと呼ばれている。各言語での呼び方は様々。タイ語ではサムローと呼ぶ。フランス語ではトライシクルあるいは短くトライクと呼ぶ。英語では人力を動力とするものも原動機を備えるものも共にトライクと呼び。 前後の文脈から区別するか、特に必要な場合は、人力のものにヒューマンパワードをつけて、ヒューマンパワードトライクとするか、原動機を持つものにモーターをつけて、モータートライクとするなどして区別する。前輪直結のペダルを直接回す、小児用の三輪車とは異なり、一般的な二輪自転車と似た構造で後輪をチェーンにより駆動させている。 この際後輪の片側だけを回す構造のものが多く、路面の状態によりスリップや走行不安定になることもあるため、5二輪に駆動力を分配するものも作られている。イタリアの D ・ブレイジー車では、車体をコンパクトに折りたためるユニークな製品を作っている。これにはスイング機構はついていない。前方に大型の荷台がついている三輪自転車、欧州諸国では、 クリスチャニア事ゴにほらジャーン・ハストン等があり、目が届くことから小森に使用されることも多い。その他諸外国では、貨物運搬用のカーゴバイクのほか、自転車タクシーの一部にもこの形式が見られる。前二輪型は、車体の最も幅広い部分が、運転者の視界の中に位置するため、後二輪型よりも、車服感覚がつかみやすい利点があり、これに着目したものも作られている。 これもカーブを曲がるときに車体が傾かず、バランスが取れなくなる弱点があるが、前二輪に特殊なリンク機構などを加えて傾かせることを可能と、し、普通の自転車に準ずる、旋回性を与えた車両も存在する。参考写真のように前輪の幅を広く撮ったものも、あれば、車幅を取らず安定性のみを高める目的として、前二輪の横幅を一般的なシティサイクルとほぼ、 同じに詰めたものも存在する。全二輪後一輪のリカンベントとライクミワ式のリカンベントを指す。欧米では、極端に車高を低くし、熱そべるような乗車姿勢とすることで、重心位置を下げると同時に、左右輪の間隔を広く設定することで安定性を確保し、さらに低い車高に伴う全面投影面積の縮小による空気抵抗削減の効果も合わせて、 高速走行を可能とするものが作られており、熱心な愛好家がいる。三輪の自転車は二輪のものより重量が重くなるため、電動アシスト自転車としての機能の恩恵が大きい。障害者スポーツ用車椅子障害者スポーツである、車椅子陸上競技では、全一輪、五二輪で、後輪を直接手で回す三輪車が使用されている。車椅子マラソンの項、競技用車椅子参照。 ハンドサイクルでの自転車競技ハンドルをクランクとして回して駆動するハンドサイクルは基本的に三輪車の形態が多い。車輪構造は全一輪、後二輪のものが多いが全二輪、後一輪のものも開発されている。詳細はハンドサイクルを参照。子供三輪車、子供用三輪車、キッズ三輪車などという一般的にデルタタイプ。 ペダルで前輪を直接駆動し、ステアリングも前輪。つまり後輪は空回りしているだけ。多くは自転車に乗ることを覚える前の用事が使う。三つの車輪があることで安定が良く、ほとんどバランス感覚を必要とせず簡単に乗りこなすことができる。ペダルが直結されている前輪の直径が小さいため、速度はあまり出ない。 平地での使用を想定しているためブレーキ装置を持たないものが多く、軽車地では暴走の危険があるため、保護者は注意を払う必要がある。保護者が立った姿勢のまま車体を押して移動させるための棒状のハンドルを取り付けることができるものがあり、それらの中にはそのハンドルを介して保護者がかじ取りを行えるものもある。このようなタイプは、ガングとしての用途と馬車に似た用途を兼ねていると言える。 近年は自動車などに乗せての移動や収納スペースの節約のために車体をコンパクトに折りたたむことができるものもある。日本の三輪自転車ブリジストンみんな日本の典型的な三輪自転車ブリジストンワーゴン日本の場合昔から作られているものは全一輪後二輪のものが多く現在でも多数を占めている。これらは日本の後輪の間に大型の荷台もしくはに乗せ加護を持つ 実用性を重視した製品がほとんどである。日本においてスイング機構を持つ三輪自転車が発達したのは狭く混雑した道路環境により、車服の広い自転車は使いにくいことや、普通自転車の規定に合致させることが利便性の面で有利であるため、車服を広げることで安定性を確保する手法は避けられ、代わりに車体を傾けることで、 旋回安定性を確保する手法が求められたためである。古くは前輪のハンドル部分しか曲げることができず、旋回時の安定性が悪いという欠点があったが、1970年代前期頃から前輪だけでなく、フレーム主要部と後輪部分との間にスイング機構を追加して、車体を傾けられるようにすることで、二輪車とも、 遜色ない旋回特性が得られ、なおかつ同機構に組み込まれたバネの復元力によって、ある程度の自立補助が得られるように改良されたものが主流となった。ただし、何らかの理由で、自らバランスを取ることが困難なユーザーのために、あえてスイング機構を固定、または動作制限してしまうオプションが選べるものが多い。この場合、上述の通り旋回時の安定性が低下するため、 カーブに入る前に十分速度を落とさなければ、横転事故に至る危険があることを、運転者は理解しておかなければならない。この形式のものは、車体前半部の構造が二輪の自転車と同様であり、スイング機構によって、操縦感覚も二輪車と似ているが、あくまでも三和車であるため、後輪の通る軌跡が二輪車とは異なる。これを忘れて二輪車の感覚で走行した場合、内和により、 曲がり角の障害物に内側後輪を引っ掛けたり、あるいは乗り上げたり、段差や速攻に脱輪するなどして、激しく転倒し、大事故に至る危険があることを、運転者は理解しておかなければならない。1978年の道路交通法改正により、ペダルを足で漕ぐタイプで、なおかつ基準を満たしたものは普通自転車扱いとなった。さらに2007年に、 道路交通法が改正され、自転車は原則的には歩道の走行が禁止となった。三輪の自転車も原則的に歩道の走行は不可。日本の場合、全二輪後一輪タイプは、古くは小型の貨物自動車が普及する以前に実用車の車体前半部を取り払い、代わりにリアカーを前後逆に取り付けたような重量物、運搬用自転車もあったが、これは、 国内では滅多に見られなくなった。欧米製の三輪自転車を輸入した場合は、欧米流に、そしておしゃれに、トライクと呼んでいる場合がある。2005年の愛、地球博では、場内タクシーとしてこのタイプのトライクが3種類、活躍した。日本における、幼児用三輪車の安全性を担保するものとして、財団法人製品安全協会が定める、安全基準があり、 この基準に適合した製品にのみ SG マークが表示される。オートバイの鈴鹿8時間耐久ロードレースを模した形での長時間耐久レースも各地で開催されている。その中で継続して実施されているものを以下に記す。これらのレースにおいては選手が長時間乗車できるよう、ルールによる制限は設けているものの強度面などの理由もあり、 改造もしくはフルスクラッチでの心臓を基本的に考慮するものとしていることが多い。ありがとうございます。